ハイゼルダの伝説ティアキンやってきます。竜の涙に向かってまして。もう目の前だ。その先の谷底かな。地図の場所的にそうっぽいな。うわ、広がってるねー。さらにかなり深そう。地上絵は見当たらないが、とりあえず地図の印んとこに行ってみよう。え、マジでなくない？ここがちょうど印んとこらへん。忘れ去られた神殿には到着だぜ。神殿入れないじゃない。あれは壊せない岩だな。場所はここで間違いなさそうだけど。もっと下なのかな。あ、下でしたね。そこから入ってくのか。あいついるわ。インパの連れ。ボディーガードね。そうそう、ボガード。オーリンク殿、あなた様も来ておられたのですな。実はインパ様はここに地上絵に関する何かがあると推理されておりまして。故に我らはやっとの思いでここまで登ってきたのですが。インパ様は気がせいておられたご様子で、私が目を離した隙に一人で神殿の奥へ行かれ。インパなら大丈夫だろ。私も気球の経由を終わらせ次第急ぎ追いつくつもりです。なるほど。通過地上絵があるわけじゃないのか。地上絵に関する何かって言ってたぜ。奥行ってみましょう。中も結構広そうだ。面倒いのいるな。インパはどうやって行ったんだろ。忍びですから。奥にもいるし、ちょっと遊んでやるか。遊び相手にもならなかったな。ハート減ってるけど。やった、イチゴだ。イチゴ好きなんよ。強っ。竜骨ボコ弓。ボコブリンのくせに生意気なもん使ってんな。あんな奴らにゃ豚骨で十分よ。豚骨ボコ弓。うまそう。いただき。まさかこんないいものもらえるなんて。襲ってよかった。さらに奥に来たら祠あったぞ。今はインパを探してるんだけどな。あ、いるじゃん。とりあえずは地上へ優先だな。迷うし竜の祠か。探したぞインパ。もうちょっと待ってて。おいこら、ダメだ、体が勝手に。すっきり。そんな祠でした。わかんねえよ。ああ楽しかった。じゃあインパの相手でもしてやるか。オーリンク、熱気球の件では世話になったの。おそらくこの神殿のどこかに地上絵にまつわる何かがあるのではと思うてな。探しておるのじゃがまだ見つからぬのよ。さすがにこの広さとなると骨が折れるのを。一体どこにあるのやら。探してこい言われてますね。まだまだ奥がありそうだ。なんかどでかい女神像が気持ちよさそうにしてる。倒れてるだけですね。お、調べられるぞ。女神像は倒れてしまっている。こいつを起こしてあげれば何かが起こるとか？こんなでかいの無理でしょうよ。大事なのはここだよ、ここ。どこだよ。ウルトラハンドで。つかめないと。まあ、大きすぎるよね。どこが大事だって？まず全体を見てあげなきゃ。大事なのは観察よ。あ、ひらめいちゃった。戻れ子で時を戻してあげれば。戻せないと。お、奥の部屋に何かあるぞ。大事なのは何だって？固執しないことだ。なんでしょうこれは。それも女神像か？ただの石だ。で真ん中に謎の装置。
事なのは固執しないこと。とにかく奥へ進んでみましょう。ここにも謎の石がありますね。お、次の部屋で最後っぽいぞ。謎が謎を呼ぶと、もうわけわからん。なんか壁画が描かれてるな。これ描かれてるの地上絵だぜ。ほんとだ。インパたちだ。おお、この部屋は。インパ様、我々も下に降りましょう。近くで調べてみなければ。壁に並んでおるのは、もしや地上絵？むう、これは一体。ふむ、我らが最初に見たのは、確か壁の左端にある地上絵じゃったな。うん、間違いなくこの絵だった。つうか竜の涙って最初の地上絵だけなのか。そしてその次にある絵は、床の地図によるとリトの村の近くにあるようじゃの。あ、これマップなのか。これで世界のどこに地上絵があるかわかるってことか。じゃあリトの村の近くにあるこの地上絵。次行くのはここになりそうだな。なぜなら我らは今リトの村を目指しているからだ。忘れてたね。壁に描かれた他の地上絵も、床にある地図に場所が記されているようですな。後で上から写し絵使ってこれ取っとこう。最終的には全部回らなきゃだしな。まさか、この遺跡の奥にこんな部屋があったとはのう。地上絵はゼルダ様が行方知れずになられた天変地異と共に、各地に現れたと聞いておる。また天変地異。ここの絵たちとどういったつながりがあるのか。こうしては折れぬ、早速我らも他の地上絵を調べに行こうぞ。インパ様、少し休憩してからの方が。リンクよ、そなたも旅の道中地上絵を見かけたら調べてみると良いじゃろう。そなたが見たという不思議な映像、もし他の地上絵にもあるとすれば、やはりゼルダ様への手がかりになるやもしれぬな。ここで一段落か。忘れ去られた神殿には地上絵と同じ絵が描かれた、11枚の壁画とハイラルの地図があった。この地上絵はゼルダ姫が行方不明になった天変地異と共に各地に現れたらしい。まだ調査していない地上絵は10箇所だ。忘れ去られた神殿に地上絵はないってことな。その代わりに地上絵がどこにあるかは分かったぜ。こんなんあるってことは地上絵をコンプリートした後にまた来ることになりそうだ。これハイラル城だったのね。上の石碑みたいのは、涙は涙に。不快ですね。絶対わかってねえだろ。まあ旅の途中で近くに行ったら探す感じでやっていきましょうか。これ写し絵撮っとかなきゃ。撮影スポット発見。本当に撮影するための場所っぽいな。じゃあリトの村行きますか。まず外に出なきゃ。これどこに出るの？知るか。地図で確認してから上がれよ。旅で大事なのは出会いと勢いだ。またリトの村に着くまで時間かかりそう。やっぱここだいぶ深いですね。ほら誰かいるぞ。出会いがありました。どこだこれ。やあ、君は私と同じ旅人のようだね。今はこうして休んでいるが、私は絵描きでね、美しい風景を求めてあちこち旅をしている。この管理室って G さんも前作にいたな。顔見知りじゃない感じだけどな。そんな私の心を掴んで離さないのが、ここ最近現れた空に浮かぶ島。これまで数ある風景を絵に残してきたが、遠くの空に浮かぶあの小さな島は実に興味深い。一体誰が何のために浮かべた島なのか、あの目を引く形に私の筆もよく進むんだ。夜が明けたら君も一度見てみるといい。夜が明けたらってもう午前4時過ぎですが、あと1時間くらいかな。
焚き火で時間経過させたいけどこの天気だしな。さて現在4時35分ですが、ちょうどいい暇つぶし見つけたわ。覚えていますでしょうか。この雨の中何してんだこいつは。ちょうど時間あるし手伝ってやるか。あ、君は、この前は手伝ってくれてありがとう。僕はここに萌えの木田社長、じゃなかった、看板を立てるために頑張っているところだよ。雨風に負けないようにしっかり支えないと。ただこのままだと、他の看板を立てに行けないんだよ。どうしたらいいんだろう。とりあえず手を離してみたらいいと思う。画角決めとる。ほら気を抜いて手を離すからだぞ。うわぁ、許されざることが起きてしまった。じゃやりますか。もうあの頃の私とは建設技術が違いますから。大して変わってなくない。土台があるんだぞ土台が。これに支える棒をくっつけると、シンプルだが合理的。ここら辺かな。うん、いいでしょう。さあすべてを私に委ねその両手を大空にかざすんだ。やっぱこいつめんどくせえな。もう6時半になるよ。とっくに夜は明けたというのに。ほらこれでいいだろ。もう看板隠れちゃってるじゃん。立てばいいんだ立てば。はあ。ん？ほらね、これでいいのかカバンだ。どうせこの後にカバンだが支え作るんだから。こいつあと何回あるんだろ。各地で出てきそうだよな。動画では今回がラストかな。さらばだカバンだ。まあアイテムはくれるしな。悪いやつではないのだが。肉おにぎりうまそう。これでいい暇つぶしにはなっただろ。じゃカンギスの言ってる空島を見に行こう。いや今度はフリアムまで行ってますけどこのジジイ。また暇つぶし？悪天候のせいであの小さな島が見えないな。早く晴れてはくれないものか。結局焚き火が必要だなこれは。雨が止むまで時間経過させないとか。でもこの雨じゃ日がな。天才的発想が浮かんでしまった。まずその言い方が頭悪そうだけどね。いやでかい方がいいか。こいつをだな。さっき作った看板支えマシーンに。ほら濡れない。ほら天才。そんで薪の束を置きまして。ですね。あ、違う違う。こんな時に便利な盾が。こいつですよ。ファイヤー。痛いん。よし、焚き火は生きてるぞ。この板が邪魔だな。さあ、雨が止んだぞ。今我々は何を見せられてたの？お、早速カンギスが動き出した。待て待てーい。さて、続きを書くとするか。ついてけばいいのかな。こいつ全然うまくないんですけど。早く話進めろや。でも確かに変な形してんな。あの小さな島、見れば見るほど興味深い形だな。まあ雲に隠れてしまって見えづらいこともあるんだがね。だいぶ高いとこにありますね。天変地異が起きてからたくさんの島が空に浮かぶようになったが、その中でも私はあの変わった形の島がどうも気になっているんだ。うまくは説明できないんだが、あの島が何かを伝えているような気がしてね。
空に浮かぶ島は何故そこにあるのか、足を止めて思い巡らせるのも悪くないものだよ。ロマンチックジジイですね。じゃあリトの村に向かうか。もうちょいでリトの村ってとこなんですが。いいもんあるねー。敵を全員倒さないと開かないタイプの宝箱か。抹殺しましょう。安心しろ。痛みを感じる前にあの領域だ。はい、お見事。何ですか何ですか。後藤動いてますね。あ、なんかそれ見たことある。ボスってことか。イエロックですって。あ、よく見たらこいつのコア的なのあるやん。上に乗っててラッキー。痛いです。せっかくのチャンスだったのに。要は前作の岩ロックみたいなもんだろ。だったら倒し方はわかってるわい。コアを弓で撃ちいの。そうすると倒れるから。上によじ登って攻撃連だよ。ちょいちょい、登れない。邪魔なもんがいっぱいついてるから。いや、リンクならあれくらい登れるはずだ。もう一回。もしかして後ろの方から登るのか。邪魔くせえなあれ、危ないねー。クソがー。オーケー。きっと背中側は隙だらけよ。お命ちょうだい。どうすりゃいいんだ。思わぬ強敵だ。はい、ひらめいた。飛び乗るためのこれでしたか。やめてー。妖精使っちゃったー。ってことは一発食らったら即死か。どうするよ。もう一回チャレンジだ。諦めないことで何か見えてくるはず。やばい、死んじゃう。あとハート4分の1。だが一撃ではないことが分かっただけで収穫だ。そして日が暮れました。もう諦めたら？弓だけで HP 半分も減らしたんだぞ。そしてようやっと倒し方が分かった。やっぱ一筋縄ではいかないな、ゼルダは。どうすんの？リンクには登るためだけの能力があるではないか。あ、通れるか。先に言うなやー。倒し方さえ分かれば余裕ですよ。お邪魔しまーす。お邪魔しましたー。なんでだよ。ボタン間違えたわ。お邪魔しまーす。オラク様の心臓が震えてるのがわかるでー。剣士のセリフじゃないですね。削り切れるか。いやん。もう一回だな。これ回復しないと死ぬんで。もぐもぐタイム。完全に弓打ちすぎた。お邪魔しまーす。武器も壊れるしよ。あとちょっとだから何でもいいや。いや、手こずったー。めちゃくちゃ時間かかったな。もう次からは大丈夫です。では回収回収。こいつはですね、宝石類を大量に落とすんですよ。琥珀ばっかじゃねえか。このでかいのはまたスクラビルドですね。危ない、こんなとこにオパールちゃんが。さて、スクラビルド。どれにつけよっかな。貴重なアイテムですからね。攻撃力高めの兵士の両手剣で。岩ロックの心眼。ビルドアップ。攻撃力13も上がった。ハートの形してるんですね。生かすやん。そうか。最後に当初目当ての宝箱。まあいいでしょう。あ、急に寒くなってる。リンクがくぐる。一応温まる料理も用意してるんですが。防寒着でどうにかならんかね。防寒着どこ行った？あったあった。なんだ、いけるやん。料理は必要なかったかな。お口に行けばさらに気温下がるってこともあるぜ。確かに。雪国ですね。馬宿があるぞ。
お、あれがこの地方の眺望台かな。で、左の高いのがリトの村か。ピン打っておきましょう。馬宿の近くには祠あるはずなんだけど。あれプルアが言ってた新聞社なのでは？あ、多分そうだわ。もともと馬宿だったって聞いたな。目的地にようやく到着だ。うん、白爪新聞社ですね。じゃあまずは物資回収します。しー、三つ葉編集長は今ゼルダ様の情報集めの準備で忙しいんだ。お、ゼルダの情報あるってのはガセではなかった。新聞社にご用ならここのナンバー2の俺が聞こうじゃないか。ああお前か、よく来たな。どっかで会ったっけ。監視砦からここまでは遠かっただろうが、すんなりここが分かったとはさすがだな。ああ、いたな監視砦に。陽気なリト族だ。リンクが眺望台で飛んだの記事にするって言ってたやつな。ああ。ここは三つ葉さんが馬宿主を言いくるめて買い取ったようなもので。外観がまだ馬宿のままだからみんな通り過ぎるんだが。その観察眼、悪くない。お前さえ良ければ俺が三つ葉さんに口を聞いてやってもいい。共に真実を暴く記者にならな。あーだあ、じゃかーしー。あーちょっとペン、忙しいから邪魔せんといてって言うたよな。それにここは前の馬宿の主さんと話し合って平和的に買い取らせてもろてん。言いくるめたとか人聞き悪い言い方せんといてくれる？すまない。いや記者志望の新人が来たもんでつい。誰が記者志望か。ん？新人。あんた、どっかで、ああ、リー。ちょ、悪いけどペイン、席を外してくれる？この三つ葉ってのも前作の登場人物です。ほぼ全員出てくるっぽいな。ああ。さあゆっくりお話聞かせてもらいましょか、リンク様。これでも白爪新聞社の編集長、お偉いさんのお顔ぐらいは頭に入っとりますし。そもそもゼルダ様の調査はプルア様からのご要望でもありましたからね。新聞社の情報量はすごいってプルア言ってたもんな。それで、ここへはどのようなご用件で？なるほど、それで異変を調べてゼルダ様の手がかりを探されていると。それならうちらに声かけてくれたのは大正解かもしれませんよ。実はうちには世界中からいろんな情報が届いてまして。その中にはゼルダ様らしき存在がちらつくものも。なんでちょうどその案件をペインに調べさせようかなと思うてたんですよ。あいつですか。騒ぎになるのは避けたいですので、ペインにはリンク様のことは伝えませんが。相棒を欲しがっていたところなんでちょっと手伝ってやってもらえませんかね。もちろんタダで手伝ってもらおうなんて都合のいいことは言いませんよ。ちょっと待っててもらえます？裏からいいもの出してきますので。よいしょっと。じゃーん。新しい装備じゃないの。これ欲しい。これは濡れた壁に張り付いてても滑らない革図の防具一式。ちょうど雨降ってる時は滑って困ってたんですよ。本当に？ちょうど滑らない装備欲しいなって思ってたんですよ。なんだ嘘か。これさえあれば雨の日の張り込みももう怖くない。ペインにご協力いただいた暁には、成果に応じてこのすごい防具をお譲りします。いいやつだな、三つ葉って。全力でやりましょう。リンク様にとっても悪い話じゃないかと。ほなそういうことで。ペイン、戻ってきてくれる。今日からこの人があんたの相棒や。ふむ、三つ葉編集長のお眼鏡にかなうとは、やはり俺の目に狂いはなかったようだな。じゃあペイン、あんたはまず馬宿での聞き込みや。馬宿は人が集まる場所。ちゅうことは情報も集まるはず、頼んだで。じゃあ今回はこの辺で終わりますかね。次回は馬宿に行く感じかな。あんな偉そうにしてますけど、ペインはああ見えてまだ新人記者なんですよ。新人何回？